我が家にはとっても仲良しの兄弟がいます。この子たちは2歳になる兄と妹です。生まれてからずっと一緒にいます。2年前の巣立ったばかりの時の映像です。お兄ちゃんが巣立った後、2日後に妹が巣立ちました。巣立ったばかりで不安になっている妹に、お兄ちゃんが寄り添ってくれたのです。この時から2年。ずっと一緒にいます。もう年頃だから自分の巣を作ったり、好きな子ができたりしてもいいのですが、そういう仕草もなく兄弟で仲良く暮らしています。もしかしたらずっと一緒にいるよ、との。小さな頃の約束を守っているのかもしれません。この兄弟のお母さんは、右側の子、名前を、ランと言います。親子並んでみると、そっくりです。お母さんのランにも、お兄ちゃんがいました。小さな頃のランと、白い羽のシルクお兄ちゃん。一緒にアワホを食べて、一緒に遊んでくれました。それと、ピヨお兄ちゃん。3ヶ月離れた妹だけど、仲良くしてくれました。ランにちょっかいをかけるピヨだけど、一緒にいてくれました。その、ランお母さんに、最近、近づく男の子が現れました。この男の子の名前を、ミオと言います。ミオにも、妹がいます。名前をミキと言います。ミオはミキが大きくなるまで一緒に遊んで他の子から守ってくれました。みかんに新しく子供が生まれました。それもたくさん。孵化した日が違う5羽の子供たち。この翌日、一番大きな子が巣立ちました。それから、1週間後、2番目の子が巣立ちました。外の世界に不安を感じていると、先に巣立ったお姉ちゃんが寄り添ってくれました。そして、3番目の子が巣立った時、2番目の子が寄り添ってくれました。この小さな子は一人っ子です。青いパパに大切に育てられました。年の離れた兄弟はいるけれど、覚えていません。この小さな子は今、巣立ったばかりで戸惑っている子に、寄り添ってくれる優しいお姉ちゃんになりました。これから新しい出会いや、別れがあると思うけど、この兄弟のようにずっと仲良しで支え合ってください。それが家族だと思うから。